ペーパーナイフ封筒を開封するところペーパーナイフは書状あるいは書類袋などの開封のため用いるナイフ状の道具手紙の開封の他折りたたんだ紙を切り分けるためにも利用される文房具の一種で主に手紙が入れられた封筒や本雑誌の袋閉じを開くために利用されるナイフと名が付いているが鋭利なはずけがなされているものは稀で 先端が尖っている以外では、その刃先を触っても安全である。その形状は、柳葉状の紙の切断に用いる、薄くて長く細い部分と、道具として扱うための握りとからなるが、あまり強い力で使う道具でもないため、握りも申し訳程度の、細く薄く軽く作られたもので、ここを指で積んで使用する。材質的には、鉄、ステンレス、プラスチックのものが多く見られるが、 あまり強度を必要とされないことから、制銅や真鍮、アクリルガラスなどといった、柔らかい、もしくは脆い素材のものも見られる。特に卓上の花として美しく装飾されたものも、多く、高価なものでは、蝶金が施されていたり、造眼や螺鈿といったもので装飾されているものも、見られる。見上げ物として稀に木製や竹製のペーパーナイフも、あり、木や竹製のものは自作も容易である。 ペーパーナイフで紙を切る原理は折ったことにより繊維の強度が弱くなった折り目の部分を鋭利ではない。刃で引きちぎることで切り分けている。この場合、鋭利な刃物だと繊維の強弱に関係なく紙を切り裂いてしまうため折り目の通りに切れずに裁断部が刃の走った後でいびつな形になってしまうことが多い。つまりペーパーナイフは鋭利ではないことにより 折り目の形通りまっすぐに紙を切り分けることができることを利点としている。15世紀頃にヨーロッパで活版印刷術が発明されて様々な印刷物が販売されるようになったが、新聞や書籍は祭壇されずに販売されており、購入者が自分で行う作業であった。その際にペーパーナイフは必需品であり、19世紀頃までは文字を読むことは貴族、 富裕層など特権階級が行えることであったため、ステータスシンボルの一つとして、蒸気のように豪華な装飾が施されたものが存在する。なお、そのような書籍をフランス層というが、フランスでは20世紀中頃まで大手の出版社でも普通に発行していた。その硬く薄い、先端が鋭くなっているヘラ状の器具ということから、紙を切断する。 用途以外にも利用されることもあるが、稀にハサミと並んで人を殺傷する用途に用いられることもある。推理小説などでは、好んで用いられる小道具だが、書斎などでは、机の上に置かれることも多いことから、とっさに掴んで身を守るために使用される武器として登場する。ペーパーナイフそのものには、風車の開封という目的に対して、他の文房具よりも、 明らかに容石があるため、会社の事務用としては、カッターやハサミを代用とし、ペーパーナイフそのものを所持する人は少ない。風潮をきれいに開けることができる新型の文房具としては、歯を隠しながら、橋を滑らせるだけできれいに開封できるカッターや回転陣によるオープナーなどが発明されており、ますますペーパーナイフを見ることが少なくなっている。もう一つの理由として、 土産物としては、飛行機で運ぶ場合、手荷物として運べないので、各地であまり製造しないことによる。しかし現在でも、ヨーロッパでは広く作られ、マイセ線では優美な陶器がついたペーパーナイフが売られている。ありがとうございます。